カトルくんのコネクトイベントを見ます。カトルの姫ごと。カトルが何か用事を思い出したらしく、妙にそわそわとしていやがる。事務所の部屋に戻ろうとしているようだが、念のため様子を見に行ってみるかということで、旧市街に行くんですかね。はい、帰ってきました。過保護すぎるでしょこんなにたくさんの人に見てもらえるなんて嬉しいな。生配信っていいよね。この機会にじゃんじゃんフォローして。何のこと？誰？何の声？妙に飾った感じの声いや、この声は。え、知ってる声？今日は呼んでくれてありがとう、イージスのみんな。え、これ何？誰が喋ってんの？え？カトレアチャンネル、これからも応援よろしくね。親フラしてるぞ待って、親フラしてるぞ。え、マジ？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと確かにさ、タイレル2じゃない、タイレル地区でさ、その今じゃあバーチャルっていうか、そういう動力ネットワークでアイドルも誕生しつつあるよなみたいな、あのアンダーグラウンドな文化が生まれつつあるみたいな話は聞いてたから、まあなんかそういうのもまああるんだろうね、はははみたいな感じで聞いてたけど、え、なに、今見たまんまのことが今行われてる。科学少女カトレア。え、この数週間で爆発的に知名度上げてた？あ、え、あ、カトレアがっていうこと？え、マジ？マジ？え、カトル君そういうの好きなんだ。動力ネットを通じた個人の配信が新しいエンタメとして認められつつある。最近最新技術の研究がてら興味が湧いちゃって、僕も自作の仮想モデルを使って始めてみた。あー、最初は技術者としてっていうこと？まあ確かに、なんて言うんですか、作り手として興味が湧くもので、なでもあるよね。だってそれが突き詰めれば他のことにも使えるかもしれないからね。そして思いのほかハマって予想以上に人気も出てきた。後に引けなくなったぐらいな感じってこと？だが首都のネットワーク限定で行われている配信イベントと学芸祭が重なっちゃった。仕方なく合間を見て抜け出した。なるほど、配信イベント。ああ。え、それ自分の配信のスケジュールっていうこと？それでもなんかこう合同イベントみたいなコラボ系だったんかな。いや、いや、それは全然いいんだけどさ。うん。トラッキング対策、まあ確かになんかセキュリティ強化するみたいな話もしてたし。しかし配信家いろいろ考えるね。数年前じゃ思いもよらなかった文化ね、なんてなんて言うんですかね、その奇跡シリーズでそういうところまで触れられると思ってなかった。なんかその時事ネタをゲームに入れるっていうのはまあある話じゃんここまで来た感もいいな、めないよね。し、ファルコムさんも
黒の奇跡2が発売する前ぐらいから公式で実況動画を投稿してもいいよっていう声明があるから、まあそうですねっていう感じですね。現実の動きをフィオにスキャンさせて画面のモデルにリアルタイムで同期させてる。あーなるほど。現代に住んでる私たちはウェブカメラとか、まあ人によって iPhone 使ったりして自分の姿とそのパソコンの中でのバーチャルの自分の姿を同期させてるのと一緒でね。今後流行りだしたら各種メディアも危機感を、いやむしろ独自の立ち位置を探り始める。なるほど。わざわざ女の子の姿になりきってこんなこそこそこんなことをして一瞬笑われたり気持ちが笑われるんじゃないかと思ってさ。あーなんでしょうね。今まさに私がやってることなんですよね今まさに私がやってることだからさ、なんだろうな、あ、カトル君もそういうことやるんだっていうそこのびっくり感はあったけど、なんだろう、まあでもさ、その声をさ女の子にするソフトもあるし、実際声を女の子にして実況してる人もいるしね。私は逆にそれこそ私が実況を始めるときはそんなになんかこうどっちかっていうと女子よりも男性が多い時代だったから、私がやってた頃は、やり始めた頃はね、からし、なんか動画になんだ女かよってコメントをされるような時代でもあったからさ、私もどっちかっていうと男性の声でやりたかったんだけど、けどもしゃべり方がもうなんか無理だったから結局今の声のまんまやってるけど、なんか自分の話になってしまったさすがに驚きはしたが、ただただすげえってだけ。なるほど。趣味も思考も人それぞれだし、これもある種のスタイルの一つ。怖くなっちまう気持ちもわかる。どういうこと？ああ、人に惹かれるんじゃないかっていうこと？別に思い詰めて始めたわけじゃないんだ。最初は本当にただの興味本位でさ。男でも女でもある僕という存在。だけど一応、男性因子の方が強く出ていたから、博士に引き取られてからも男子として生きてきた。普通に可愛い女の子には惹かれちゃうし。まあそれだけでもないけど。どういうこと？それだけでもないってどういうこと？一応アニエスにはなんか可愛らしい女の子だなーみたいな印象だったもんね。それだけでもないけどってでももし女の子として生きていたらどうなってたのかなって。まあ確かにね、そういう自分の立ち位置を模索するのはね全然いいよね。お前さんならではの考え方、そういうわけでもねえのかもな。世の中には本当にいろいろな人がいて、いろいろな生き方や価値観がある。だから僕も僕自身の可能性をもう少し前向きに考えてみたかった。確かにね、そのなんかそれはある意味カトル君がちゃんと自分と向き合って前に進もうとしてるってことだもんね。すごいね。ちょっとだけ付き合う。雲行きが怪しいぞ何？一緒にとある場所に向かった。カトルちゃんで来るっていうこと？かわいいじゃん。ねえ、なんか変な扉開きそう私ねえ、変な扉開きそう。ガトルくん、めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛い。役得
かわいい。売れる売れるって何が押せる押せる。実際に入ってみるのは初めてで、僕もいろいろとわからない。全然変じゃない、マジでかわいい待って、なんか変な道に引きずり込まないでファルコムさん私を変な道に引きずり込まないで あくまでカトルらしさを残しつつカトレアとして馴染んでる。定常で使ってる僕のスキャンモデルを調節できるように変換して AI にディープライニングで女性だった場合をシミュレートさせて反映させる。あ、そういう感じなんだ。その服の衣装はカトル君の趣味なのそれは AI やんかな。すごいね。今は処理能力や同期速度の関係で配信で浮かせるのは胸から上。ああ。いずれダンスなんかもリアルタイムで同期して配信できるように。やるかはともかく踊りの練習しないとね。へえ。ね、とことん追求する研究者だね。少しの前の僕ならいちいち重く考えちゃって挑戦することすらできなかったと思うけど、僕はきっと何にでもなれる。パンさんたちのおかげでそれが分かったからね。なるほど。お父さんだな、なんかもう親だなそんなに人気があるってんなら本気でアイドルで食っていくのもあり。いやなんかそこは技術方面で私は応援してるけどね。二足のわらじでいいんじゃない。一度吹っ切れてノリノリで演技してたらいつの間にかのように人気が出ちゃった。引くに引けない。こっちも本当の僕になり始めてる。数週間ですごいね。この際裏解決への表の広告と。確かに今後の活動を広げていくってバン君の話かわいいな他愛ない雑談しちゃったかすごいなすごいな。なんかニヤニヤしちゃったマジか、こんな風になるんだ。私はしてないけど、なんかこう設定とかいろいろあって、そのバーチャルの人キャラになりきってる人もいるじゃん。なんかそういうのも楽しそうよね。別自分じゃない別の誰かになるみたいなね。なんか自分の話になるけど、私がやるゲームの記録を残したいから投稿してるんだけど、なんかそのやるものの活動内容って人それぞれだから、なんかそういうのも面白そうだなとは思いますね。なんか変な反応になっちゃったなはい、ありがとうございました。今日の配信ってのはさっきで終わり。私はこっちのカトルくんの方がね、カトルくんって感じで好きですけどねカトルちゃんもいいけどねいや、わかる、それはわかる。今回の件については、タゴ無用か、オッケー。名前が売れてきたらアニエスたちには自然とバレちゃうね。なんかもう面影あったしね見バレか見バレかアーロンさんにバレたら、いや、むしろ引きずり込めるのでは。アーロンちゃん爆誕だよ。アーロンの分のさ V も用意したらいいんじゃないかな。2人でやりなよ踊りだったらできるじゃん。白と赤でめっちゃ似合ってるよ。いいじゃん、コンビ組んだら
ファン離れや炎上のリスク、なんか大変だね。なんか人気があるって大変だね。はい。そのどんなあり方でも僕を受け入れてくれて本当にありがとう、バンさん。これからも僕なりに自分のあり方は探っていくけど、見ていてくれると嬉しいな。いや、びっくりしたな。びっくりしたけど、なんかびっくりして、カトル君が単純に前に進んでるっていう姿がなんか良かったなって思うと同時に、これは他の人がどういう感想を持ったんかなっていうのが気になりますね。うん。この話って発展するのかな、どうなんだろうね。黒の奇跡2の終わりがどんな感じなんかわかんないけど、なんだろうな、もま、うん、このネタはちょいちょい広げていくのかな。ティオあたりとかさ、なんかあの辺と話も合いそうっちゃ合いそうなのかな。なんだろうな、なんかすごいファルコム心の遊び心って感じがする。あの千の奇跡スピンオフでいうところの、あのマジカルアリサとか、うん、あの辺の遊び心を感じますね。はい、ありがとうございました。ジュディスのコネクトイベントを見ます。グリムキャッツ絶体絶命。ジュディスがグリムキャッツとして狙っていたターゲットの情報を掴んだらしい。学芸祭の合間に軽く片付けてくるかと言っているが、微妙に不吉な予感がしやがる。一応何かあってもいいように備えておくかとのことで。優しいね、バン君。ほい。切羽詰まった連絡が入り、頼ってくれたんだ。タイレル地区。何やってんの。あ、戻れなくなったとか。解けなくなっちゃったの。変身がついに。その変身のテクノロジーについて教えてくれたりするんかな。学芸祭の最中、多くの女性を絶望させてきた悪質な結婚詐欺師を追い詰める手がかりを得たジュディス。この木を逃すまいと出場したジュディスは見事重要な証拠を盗み出し警察に流した。だがその後、どうやっても部分的にしか返事が解けないことに気づいた。部分的、あ、今は髪だけってこと。急ぎでバスローブにキャップ。不審者感を増しましたね。キャップって何、頭のあの帽子みたいなってことよね。パトカーってのは車内も目ざとく見てる。あー、なるほどな。変身する痛いやつ同士持ちつ持たれつ。あ、俺はその能力に関しては前提としてのメカニズムも何も知らない。本当にそれなんですよ、ジュディスさん。その辺の事情を少し多少沸かしてくれねえと、こっちも力添えのしようがない。こんなところで喋るの。一応回答として明かせない秘密もある。まずお前さんの場合、俺で言うところのメアみたいな存在は特にいないわけだ。かといってアーロンとタイ君みたいな因縁的な産物でもなさそうな感じ。となると何かしら核になるような品物か何かを代々受け継いでる。その仮面じゃないの。前ドミニクさんがさ、変身つうかなんか力使ってそうな時仮面だけはしてたよね。違うんだ、コンパクト。何その。いいな、なんかおあつらえというか王道というか。おばあちゃんの時から受け継がれてきた怪盗道具のコンパクト、いいね。てかさ、あのそもそもこのワン君のさ、あの車の内装、そこ見られるのなかなかレアじゃない。あのワン君の足元の感じといい、結構ツルツルの足元なんだね。俺と共にグリムキャッツとしての使命を受け継いできた。へえ。
なるほどな。そのトーチが変身の鍵になってるなら不具合を疑うのは自然。なんだろう、ミラクルな魔女的な魔法なのかな。モンマルトにいたよ。なお先ほど見かけたモンマルトは真っ先に訪ねたものの用事で出かけてしまった。なるほどね。キャップでもなんか怪しくないですか。怪しすぎませんか。車に乗ってても待ってもらうのは無理かね。誰誰誰、うわあ、よりにもよって。どういう忘れ物よ。みんなポン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 移動するのすごいね。うわー、ニーナー。突っ込まないのは逆に怪しいよ、ニーナさん。なに、もうバン君ぐらいになるとさ、ニナがさ気ぃ利かして何も聞かないっていうのを察してるような感じするけど。トリオンモールイベント関連の打ち合わせ、ああなるほどでございますか。ね、ニナに感謝だね。どこまで刺してるの、バン君。音響チェック。そんな大声でいいんですか。もうジュディス、そういうとこよな。解凍道具を受け取ると持参していた精密工具で手際よく整備を行い、あっという間に装置の不具合を解消する。何それ。え、声で反応すんの。服は服服。しばらくは大丈夫だろうってなんだろう。ちゃんと修理の仕方も教えた方がいいんじゃないの。メンテナンスやんなきゃいけないんだ。お尻ペンペンって言葉だけじゃなくて本当にするんだ。グリムキャットの変身の鍵がそんな動力器。初代の頃から全く同じものを使ってた。すごいね。え？ってかさ、え？ドミニクさんが前変身してたのって同じもの使ってたっていうこと？同じものってそのジュリスと共用で使ってたってこと？最初にこれを手にしたのは50年以上前。それってエプスタイン博士が外の断りから持ってきた時代っていうこと？その動力が生まれた時代っていうか。半世紀以上、待って、50年前でしょ。半世紀以上悪が渦巻く夜にグリムキャッツを舞い降りさせてきた門外不出の代物。なんだろう。なんかこのゼムリア大陸においてすごい重要なキーワードとしてグリムキャッツの立ち位置はなさそうだけど、でもこういう
あのちょっとしたスピンオフみたいな感じの重要さはありそうですよね。ちょっと待って、自分で何言ってるか分かんなくなってきた。あー、ゲネシス反応したってこれ？あー、さっきの全言撤回って感じ？ゲネシスが発動時がその反応するぐらいの代物。そうなんよ、動力革命直後なんだよね。なんなら一生ぐらいだね。なんだろう、秘密が増える。またそういうこと言う。あー、絶好の足場ね。でもさ、なんか大人な関係ではありそうなんだけど、でもやっぱりユディスが天然でちょっと抜けてる、しっかりしてるんだけど抜けてるところにバン君のいじりが入るのがなんか微笑ましい二人ですよね。急に出てくるじゃん。あー、お尻ペンペンね。はあ、思えばあんたにはいろいろ知られちゃってるのよね。って深い意味じゃなくて、まあお互い秘密を持つ者同士、せいぜい今後もうまくやっていきましょう。はい。